千葉。千葉テレ。こんにちは、1ヶ月ぶりのジェプタマです。さて先月の放送で来月は笑顔で優勝報告ができるはずと申し上げましたが、本当にその通りになりました。我がジェプナビスコカップ2連覇です。本当に嬉しい限り。そして今日のジェプタマはあの11月3日の感動をもう一度味わっていただこうということで、2006 J リーグ山崎ナビスコカップ2連覇特集と題してお送りしていきます。嬉しいプレゼントもありますので、どうぞ最後までご覧ください。さあ、そして今日も番組一緒に進めてくださるのは広報の志賀さんです。志賀さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう思い出しただけでも興奮が蘇ってきてしまいますね。そうですね、嬉しかったですね。気持ちよかった。気持ちよかったですね、はい、あの国立も綺麗な黄色でしたね。そうですね、あの応援あってこその、ね、優勝だったと思います。さあではですね、あの感動をもう一度味わっていきましょう。まずは山崎ナビスコカップ前夜祭の様子からご覧ください。こちら高輪プリンスホテルで行われた前夜祭の様子ですね。前夜祭に先立って行われました監督会見。この会見でアマル監督、大事なことはこの試合に集中すること、決勝と意識させられているが、一つの試合で選手には一つの試合を戦うつもりでやってほしいとおっしゃっていました。それではこれで会見を終了します。山崎ナビスコカップファイナル。何かもう明日の決勝に向けてすでに戦いは始まっているような、そんな凛々しい表情です。あの準決勝での PK も非常に印象的でしたけれども、サポーターに向けて一言メッセージお願いします。乾杯。坂本選手、明日への意気込みをまず聞かせてください。はい、連覇できるように全力で戦うだけですね。もうしっかり準備はしてきているし、まあ、スタジアムの雰囲気はね、もう申し分ないと思うんで、あとはもう最高のパフォーマンスして、そのために全力で戦うだけです。明日への意気込みをお願いします。いや、もう頑張る。何で本当ね、ここまで来れたんで、あとはしっかり2連覇できるように、はい、頑張りたいと思います。いや、まあ、あの最初からやれるところまで、あのチームのリズムを出せるところまで自分の中で出し切ってやりたいと思うんですけど、はい、そうですね、まあ、せっかくこういう舞台に、まあ、立てるわけですから、まあ、優勝したいという気持ちはすごく強いですね。昨年もみんなが足をつる中、雄斗選手だけは大丈夫だったんですけど、今年ももう走って走って、そうですね、今持ってる自分の力を全部出したいと思います。明日ももちろんアシストも何本も狙って、フリーキックもって感じですかね。そうですね、今質問聞いてないでしょうかって。アシスト得点頑張ります。聞いて。Elvis Presley and Tom Jones. Ah, beer is delicious. Yes. Thank you.
なんか2年目ということ、2回目ということもあって、皆さんリラックスした表情で楽しんでましたよね。選手たちは福荒れで練習してね、ちょっと疲れてたところもあって、阿部選手の、ね、コメントなんかちょっと短めでしたけどね。はい、でもいつも通り試合に入れたと思います。この状況を見ても、はい、楽しそうな雰囲気でしたね。はい、ではですね、続きましては誕生日コメントをご覧いただきまして、 CM の後はいよいよ決勝戦の様子を振り返っていきます。加藤響選手、11月14日で19歳、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、19歳のお誕生日、どのように過ごされました？部屋でぼーっと。え、それで終わっちゃったんですか？あ、でも レイソル戦があって、はい、頑張っちゃったんですけど点決めなかったですね。あ、残念ながら、はい、じゃあバースデーゴールはお預けは、お預けですね。はい、じゃあですね、最後に19歳の決意をちょっとカメラに向かってですね、目標ですとかお願いします。目標ですか？ですね、早く試合に出れるように頑張りたいと思います。それだけで。はい、ありがとうございました。11月3日のあの感動をもう一度。早速ですね、2006 J リーグ山崎ナビスコカップ決勝戦の模様をご覧ください。11月3日の国立競技場、選手バスがサポーターの、ね、声援の中到着しました。はい、なんかドキドキしますね、こういう映像見るとね。本当そうですよね。はい、私もお出迎えをしたんですけれども、前夜祭の時とは全く表情が違って、そうですね、キリッとしてますね。気合の入った顔をしてらっしゃいましたね。